あ、なんかフラダンス踊り出した。現実逃避。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、じゃあ早速マンション見てこう。ガイタンくん。あれ、ということはだ。彼女おったよね。ほら、来たよ。これは私の見せ場でもあるね。うん。いいと思うよ。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。場所はね、じゃあ、花火大会で。着替えた方がいいですかね。ああ、どうやろう。ちょっと待って。着替えちょっと見てみよっか。あ、この二つだけか。ということは、まあ、こっちでいいかな。うん、そのまんまで。やっぱり、このままでいいですか。うん、いいよいいよ。このままで。ところで、プロポーズをするタイミングに、自信がありません。それは私に任せておけ。ネムちゃん多分、浴衣で来るよね。ほいほい。私に任せろ。ちょっと頼りなさすぎるかもしれんけど。ほらほら、浴衣。いつもこんなシーンからあったっけ。誰急激にめっちゃ関西弁の人出てきたんやけど、誰。いや、なんでもない。おい。あ。ほい。なに、どうした？お腹すいた？ネムちゃん。胃が痛いんかな？いや、お腹すいたな、これは、きっと。サンドイッチを食べたがっている。お、綺麗だね。よっしゃ、来たー。まあ、でもこういう夏のイベントってね、女の子の方は浴衣着てくるけど、男の子は普段着っていうことも多いと思うけん、全然大丈夫だろう。綺麗ね。君の方が綺麗って言わせてあげてよ。綺麗だね。いや、今の間の間に言えたよ。綺麗ね。あー、なんてこと。もうさっき聞いたよ、ネムちゃん。何回も言わなくていいの。早くね。早くね。門限がものすごく厳しいとかそういう感じですか？この次は、ちゃんとプロポーズできるように、頑張ります。ごめんね。私も頑張る、次こそ。そういえば、愛の誕生日って、いつだったかな？なになに、誕生日プレゼントでも考えよん。じゃんじゃんしてあげて。ほい、それじゃあね、今回は、ちょっと残念やったけど、どうしよう、なんか良さげなものある？良さげなものって何かわからんけど。おいし、それじゃあ、特に何もないんだよね。特に、高級食材でも、あげておこうか。慰めになるかはわからんけれど。どう？美味しい？結構美味しかった。お、よかったよかった。3位に入ってん。まあ、でも、プロポーズ、成功せんかって、落ち込み度が、上がるっていうのがないのはいいよね。あ、なんかフラダンス踊り出した。現実逃避。レンタヌキさーん。入るよ。どうも。はるなのそっくりさん、お久しぶりな気がします。ね、お久しぶり。ゆかに友達になってほしいと言われたのですが。お、いいやん。なっておいで。では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。うわ、めっちゃ飛び跳ねおるやん。すげえ嬉しいんやね。お、来た。なんかこの家すごいな。こんなにいっぱい板を貼り付けてできとんかな。それともそういう模様なだけかな。ね。なんかいろんな方向に板打ち付けとるけど。お！うまくいきました。気が合いそうだったので友達になりました。お、よかった。ある意味二人とも
家がアーティスティックな感じで。なになに？実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。クラクはなんかすげえウキウキしてるけど。どういう状況？こんばんは。こんばんは。クーと友達になりたいです。おう、クーちゃん、いいと思う、いいと思う、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？どんな感じかな。そこは、相手を褒める。アドバイスありがとうございます。あ、全然違うのやった。では、ちょっとお話しして。全然違うのやった。相手の話を聞くにしたか、今、私。まあ、でも女の子は話したい生き物だからそれでもいいと思うよ。話を聞いて相槌を打ってくれればそれで。まあね、多少話してほしくもあるけど、相手ばっかり話しよったらなんか、うーんってなるかも。はぁ、あ、なんてことだ。まだ友達にはなれませんでした。なるほど。もうちょっと判断する材料が必要かな。ほい、それじゃあ、おアリスちゃん来とる。入るよ。なになに、たまたま訪ねてきたらガイタンくんが、フラダンス踊りよときに一緒に踊り出したんかな。こんばんは。どうしても伝えたいことがあるので、屋上に来てほしい。その手紙も受け取りました。お。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか。それは行ってみよう。ぜひぜひ。確かに気になりますもんね。さあ。お、お、お。何を言われるんだ？この変装してまでも何かを伝えたいっていうのがすごいよね。え、勝手に。え、勝手に決められた上に準備を任せられるのね。なぜ自分の部屋でしないの？聞いてないよってなるよね。え、すっきりした？今からパーティーの準備しないといけないんだよ。絶対すっきりせんやろ。早く言ってよってなるやん。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。結婚してから太ったとか言えるけど、きっとそれは幸せ太りだよ。自慢してんじゃねえよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。寝てる、寝てるからわからない。ゆうやさん入るよ。よし、夢の世界へ。お、これか。何かする。ふっふっ。あ、いろんなパターンあるんやね、これ。一個だけかと思うよったけど。二種類ぐらいってことかな。目が回ったりとかせんのかな。上の方上げ、手が見えるわけでもないんか。特に終わりはない。多分。どういうわけか、お宝串を拾いました。串？あのボサボサの髪の毛を溶かせということだね。アユナのそっくりさん。お久しぶりです。ココアンのこともよく知らないのですが、私のココアンとは気が合いそうですか？全然いいと思うよ。相性バッチリ。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ぜひぜひ仲良くしてね。さっき旅人も見かけました。お、マジで？挨拶行ってあげて。行って一緒に写真を写しておいで。お、キングと台湾さん。何やりよんやろ。どうせ通販でくだらないものとかを。こんばんは。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服。もしかして新しい服を探しよったとかそういう感じかな。どういうのがいい？今結構部屋に合わせた感じなんやけど、どれがよろしいだろうか。紋付き袴。紋付き袴はさすがにあれかな。
それじゃあ適当にダラダラシンプルな着こなしに V ネックが入るだけでラフだけど引き締まった印象に。ほい、どうぞ。どうよ。へえ、気に入らなかった？紋付き袴の方が良かったかな。金曜のこの時間が一番ウキウキします。お、マジで？まあね。花金だよ、花金。パーッと遊びに行かんと、パーッと。ほい、それじゃあキノコでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？美味しい？お、まあまあ美味しかった。よかったよかった。ん、なんか話しよる？え、寝てた。何も話してない上に寝てた。ゆめかちゃん、あ、ゆめかちゃん夢の中に。シャレじゃないけどね。お邪魔しまーす。ん？あ、これか。花束かな。誰か逃げてった。足めっちゃ見えてますけど。これ捕まえれたらいいのになぁ。ね、すべてを同時にあげれたらいいんやけど。忙しそうね、みんな。みんな超忙しいやん。こうやってやりよったらそのうち諦めてくれたりとかせんの。お、どういうわけか、ハムスターセットを拾いました。本当なぜあれでハムスターなんやろ。ちっちゃいっていうだけかな。こんばんは。そしておはよう。お腹が空きました。お、お腹空いた。それじゃあカツ丼でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう、美味しい？お、結構美味しかったようです。カツ丼はもうなんか刑事ドラマのイメージしかないけど、ここアリスちゃん周り既婚者だらけやね。なんかちょっと嫌じゃね。ね、アリスちゃん入るよ。私も早くってなるよね。こんばんは。こんばんは。どうしても伝えたいことがあるので屋上に来てほしい。その手紙も受け取りました。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか。そやね、行った方がいいよ、きっと。確かに気になりますもんね。いや、愛の告白かもしれない。ないやろうけど。さあ、何を言われるんだ。ねえ、呼び出してまで言いたいことってね、そうそうないよ。部屋での花歌。マンション中に響いてますよ。クレーム。クレーム。変装までしてのクレーム。すげえ迷惑だったんだな。あれは誰だったんでしょうか。ともかく言ってみてすっきりしました。これからは鼻歌もでっかい声で歌ったらいけんね。一軒家の方を見てみようか。みんな結構家におるね。ケン君とリンちゃん、仲良し。お、せつなさんとさきちゃん、何、寝る準備しよんかな。てかあれやね、歯を磨くのも二人一緒なのか。仲いいな。ここになってやっとせつなさんのあの髪型がちょっといい感じに。ねえ、今まで普通のシーンやったらおかしかったけど、歯磨くときとかさ、顔洗うときとか、ああいう風にする人おるよね、男の人でも。髪長かったら。急にシーンが切り替わったぞ。歯磨き終わったんやね。おー。あれかな？時間帯によってこういうシーン、こういうシーンみたいなのあるんかな？あれだな、アキちゃんとチャーリーさんとこう、今吐き出した。アキさんとチャーリー、アキさん、アキちゃんとチャーリーさんのとこは、なんか洗面所豪華な感じやね。それじゃあ、夜市を。お客さん、すんだめししてみない？さあ、きっちり買っていくよ、今日も。楽しい福袋だよ。楽しい福袋だよ、買ってあげて。めっちゃゆっくりゆっくり通り過ぎるという嫌がらせ。私は買います。楽しいらしいけんね。ほい、じゃあ一つ目の中身は？おう、
服、ベーシックなシャツが入っていました。超シンプル。二つ目の中身は、お、帽子、リンゴの髪飾りが入っていました。白かな、あれ。ふんふん。三つ目の中身は、お、お宝双眼鏡が入っていました。まだ来てね。なるほど。でも二つファッション系あったけん、まあ、いい方なんかな。お願いします。お、あいかちゃん誕生日おめでたい、おめでたいよ。お、そしてにぎやか、にぎやかだし、なんか後ろがバラエティに飛んでいる。よし、ここはまた私が先に吹き消そうか。おめでとう、おめでとう、ありがとう。へ、私が先に消してやったぜ。誕生日って楽しいですね。ねえ、楽しいよね。輝いてる、はい、今日の主役だよ、愛花ちゃん。でもあれってさ、本人だけはろうそくが先に消えたこと気づいてないんかな。周りはびっくりしとったけど、本人無反応やったよね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。何それ？そんなに気に入らなかったの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速マンション見てこう。賑やかやな。入るよー。めっちゃ邪魔かもしれんけど。こんばんは。こんばんは。シッシーに恋人がいたら。と思うのですが、おう、紹介、釣りかとくっつけるのはどう思いますか。いいと思うよ。それではぜひぜひ紹介してあげて。うんうん。シッシーさん定期的に紹介されるよね。そろそろいい人が見つかったらいいんやけど、シュリカちゃんとはどうやろう。一応今すげえ楽しそうよ。お、ほら、今回いい感じなんじゃない？うまくいきますように。ねえ、ずっと話しよる。あ、ほらほらほら、盛り上がりよ、盛り上がりよる。きっとシッシーさんが面白いこといっぱい言ってあげようんやね。お、これはいったね。また遊ぼうね。ほらほら、マサオさんもニコニコよ。やったね。付き合うことになったみたいです。おめでたい。シッシーさんとシュリカちゃんおめでたい。お、レベル上がった。ほい、それじゃあ道具で何がよろしいかな。じゃあ勉強セットで。ほい、どうぞ。道具、勉強セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに。お、実用品、旅行券をもらいました。ありがとう。ゆかちゃん落ち着いてね。入るよ。あれ、でも他に怒っとる人おらんかったね。一軒家の人かな。どうしたどうした、落ち着いて。アスムか。なるほど。私が後から殴ってくるけん仲直りして。ほいほい。じゃあちょっと甘いものでも食べてね。シュークリームとかどうよ。いただきます。どう、おいしい？まあまあ、まあまあか。ということはアスムの方へ行こうか。お、リンさんが遊びに来ている。ちょっとアスムをお呼び出しするよ。みんな超びっくりする。リンさん超目大きかった。珍しくないよ。さあさあ、謝りに行かねばいかんよ。ということで、この辺の、こういう時にさ、扇風機とかは受け取ってくれんかったんやっけ。
扇風機。ほい。今はそんな気分じゃありません。なるほどね。でも頭冷えるじゃん。頭冷えるじゃん。ほい、じゃあオルゴールでも聞こうか。ちょっと聞いてみてもいいですか。どうぞどうぞ。さあこれで心穏やかになって。穏やかな気持ちになりますね。さあゆかちゃんに謝りに行くんだ。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあゆかちゃんは許してくれるだろうか。なんかたまに雨のしずく落ちてくるよね。この間はごめんなさい。ゆかちゃん許してあげて。あ、どうなの。こちらこそごめんなさい。ああよかった。ね、あの間が長い人と短い人おりやん。間が長い時ちょっとビビるよね。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、何がいいかな。体重計とか。んで、どれを返してもらうか。じゃあ勉強セット。あ、いや、ノートパソコンかな。ほい。道具、体重計をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、モビールをもらいました。ありがとう。あれ？ちょっと見えづらいな。え？最近、目が悪くなってきたかも。マジで？メガネかけんと。コンタクトでもいいけど。ほい、それじゃあお腹が空いているだろうから。ポテトでも。どうぞ。いただきます。ほいほい。どう？まあまあ美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？ん？戻らんでいい家。じゃあ遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問。でで。これは何でしょう。お好み焼き。多分あれ、かつお節の部分なはず。ほら。あのなんかさ、焼き上がってすぐぐらいのかつお節が踊りよるのいいよね。なんだいそれは。全くわからない。洗濯バサミ。なんとなく。洗濯バサミでした。おー。よかった。あの光沢の部分がちょっとね。最終問題。最終問題。てて。なんだよこれ。なにこれ。じゃあ、ゲーム&ウォッチ。ああ、よかった。とりあえずね、消去法。色合い的に。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ一番でかいのもらってくね。お宝ブラウン管テレビをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。早速体重見よるけどなんかびっくりしとる。お？何か諦めの境地に。ほい、ということで今回も、お？なんだ？ユナから手紙が届きました。おー、マジで？初めてやん、手紙。どれどれ見せて見せて。お母さん、お母さん、あ、ユナのそっくりさん。ほー。お元気ですか？ユナです。めっちゃ元気よ、私。2016年9月3日にアユナ島を旅立ってから、これまでに一つの島を渡り歩きました。おー、ちゃんとたどり着いたやね、他の人のとこ。いかにちっぽけな存在なのか思い知りました。あれがその島の人ってことやろ？今、私はレインボー島にいます。レインボー島？島の人たち民が仲が良くって、こっちまで楽しくなってきます。おー、いいね、いいね。この島で仲良くなったユータンです。ユータン、まだまだ旅を続けるつもりです。それではお元気でユナ。へえ。おお、いいね、いいね。これからも頑張ってね、ユナ。
来そうでよかったね。続けているようで安心しました。これからも見守りたいと思います。これからもみんなでね、見守っていこう。ほい、ということでマンション行ってみよう。お、ハートマークがあるよ、ハートマークが。ほい、お、ハットくん入るよ。お、お、お、マジか。どうしよう。三つ三つのポーズしたいのですが、どう思いますか。よし、私が一肌脱いでやろうじゃないか。プロポーズするのがいいでしょうか。ね、プロポーズの場所は、じゃあ遊園地で。その前に着替えた方がいいですかね。そうやね、とりあえずリーゼントはやめようか。リーゼント外して、明日はこれで綺麗系やけん、まあいっか。ほい、じゃあこれで。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。私が僕のことを考えているときに、今だと合図を送ってくれますか。頑張る、頑張るよ私。それではプロポーズに行ってきます。よし、観覧車楽しみだね。いいね、あの飛び乗る感じかわいいわ。よし、今回は私頑張って。ああ、ね、まだ始まったばっかり。なんかすげえ帰りたそう、みくるちゃん。焦るな、焦るな、私。ちょっと今一回待ってみた。何、どうしたの。水飲みすぎた。トイレ行きたいとかかな。楽しいね。そうね。なんか間が結構あったけど、今いい感じなんかな。二人とも景色しか見てない気がするけど、どうだ。来るか、そろそろ。おう、君と一緒だからかな。おお、いいね、いいね。ありがとう。よし、え、あとどれぐらい。2回ぐらい。実は大切な話があるんだ。お、次で言うぞ、次で言うぞ。よし、私が頑張る時だ。はい、こい。あ、押し寄った。やべえ、ケーキやし。早くハットくんのことを。おお。僕と結婚してください。おっしゃ、言ったー。え、喜んで。おお、やったね、新たな夫婦誕生だ、ここに。イエーイ。いいね、いいね。なんか外でも鳥が祝福を。ハトかな。おかげさまでプロポーズに成功しました。よかった、よかった。これにこれもあげます。なになに。お、実用品大人スプレーをもらいました。でも僕たちはまだ子供なので結婚できません。ふんふん。大人スプレーを使えば大人になれるのですが。もう普通に全然使うよ。ありがとうございます。ここで諦めてとか、かわいそすぎやろ。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。はい、シューっと。お、大人になったよ。ありがとうございます。大人になれました。同じぐらいの身長やね、二人とも。うん、身長が高くなったからね。それでは、結婚式を挙げてきます。ほいほい。いやー、よかった。よかったよ。これでまた、あゆな島に新たな夫婦が。おー、みんなも祝福に。いいね、いいね。キングって結構な確率で出席しとる気がする。顔が広いな。この写真の時にも瞬きをしよるっていう不思議ね。ハットとミクルの新婚旅行 in ペルースタート。マチュピチュです。マチュピチュ。
いいね、いいね。音楽もいいよね。はい、チーズ。はい、チーズ。これはヘリから映し音かな。ララヤ峠です。ララヤ峠。はい、おお、空中で止まった。いいね、いいね。あ、楽しかった。おかえり。これ、お土産です。なになに？お宝、三方にゃをもらいました。これからも、三方にゃ、楽器かな、笛的な。こちらこそよろしくお願いします。ほい、レベルも上がったということで、今回は犬レンタル券を、そしてサッカーボールを返してもらおうか。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お客さん、すんだれししてみない？ぜひぜひ、お、買ってあげて。いいもの、似てる二人だ。いいものが三つも、すべていいものってことやね。ほい、じゃあ一つ目の中身は？全然よくねえ。お宝、蚊取り線香が入っていました。最近蚊取り線香のさ、入れ物まで可愛かったりするよね。二つ目の中身は？若い子にも買ってもらおうってことかな。お、服、ラガーシャツが入っていました。そして三つ目の中身は？お宝、招き猫が入っていました。招き猫とかはあれじゃない、喫茶店とかに置いとったら。商売繁盛。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ヘッドセットをつけた上での、携帯。外せばいいのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、何か置いていってくれてるね。ほい、あゆな島の管理人さんへ。お世話になりました。私のこと覚えててほしいからプレゼントしちゃいます。ともみより、銀貨かな。お、ほらほら、お宝、銀貨が入っていました。ありがたいね。さあどうだい、今回は。お、ハートがあるじゃないか。ゆなちゃん入るよ。何もやってんの、何もやってんの。なんでもないです、ほっといてください。なんでもなくないよ。さあ、相手が誰か吐くんだ。告白したいのですが。ケイくん、ケイくん、ケイくん、相手おらんかったっけ。手伝ってあげよう。告白したらいいですか。ね、じゃあ、可愛く。告白する場所はどこがいいでしょうか。そして告白する場所は、教室で。その前に着替えた方がいいですかね。その服にね、その帽子は合わないかもしれない。からとりあえず帽子を外そっか。帽子外して、髪飾りとかは持ってなかったんか。うん、じゃあこのままでいいよ。帽子を外すにもそれがいるんだね。いってらっしゃい。頑張れ。え、もしや来ない。結局、あの人が来ることはなかった。おーのー。そういう日もあるさ。めげないで、ゆなちゃん。もしかしたらほら、ね。うん。寝てたかもしれないし。相手おったんかもしれんね。釣られちゃいました。まあほら、男の子はまだいるよ。大丈夫、大丈夫。ってことで、ほら、女の子の大好きなマンゴー。どう？きっと好きでしょう。まあまあ美味しかった。まあまあなのか。それほどでもなかったな。久々の朝一よ。ほい、入る。おいしいポトフだよ。お、ポトフやって、ポトフ。ポトフの本質も垣間見る。いい機会だよ。ポトフの本質を垣間見る。垣間見れるかな。じゃあ10個ぐらい買っとくね。今日はおまけしちゃうの。お、なになに、ありがたい。実用品、フライパンをおまけしてもらいました。やばい、ポトフ買ったらフライパンついてきた。
絶対フライパンの方が高いやろ。お願いします。箸置きの化石発見。すごいな、昔の人も箸置きとか使いよったんやね。てかむしろ今の人の方が箸置きあんま使ってないんじゃないね。うちもなんか小さい頃箸置きとか使いよったけど、最近そんな使ってないな。映ってるよ。なんか現代のね、現代なんかその辺にあるものとかもいずれ化石となって発見されて、え、昔の人ってこんなもの使いよったんやとかってなるわけよね。いやー、なんか不思議だわ。マサオさんとゆかちゃんめっちゃ喧嘩しようんやけど、やばいやばい、ちょっと止めるよ止めるよ、私が止めに入るよ。どうもどうもどうも、ほら落ち着け。喧嘩しましたっていうか喧嘩してますよね。仲直りしてよ。このイライラを沈めてください。ほいほい。ってことで、さあ何がよりか、何が良いかな。チョコレート、チョコレート、ほらほら、どうよ、カリカリしないで。どうぞどうぞ。どう、美味しい？え、チョコがあんまり好きじゃないの、もしや。なんかたまにチョコとか甘いもの好きじゃない人おるよね。じゃあちょっとゆかちゃんをお呼び出ししよう。てかこのね、家のピンポンを押したらどこにいても速攻で帰ってこれるっていう、なんかとんでもない超力。なんかあれかな、カメラでも仕掛けとんかな。てか何かしとるにしてもすげえスピードで帰ってくるよね。ってことで、ここはやっぱり女の子はマンゴー。でもマンゴーって思うんやけどさ、何に入れてもマンゴーの味めっちゃ強くならんねえ。すごいマンゴー主張激しいよね。やべえ、機嫌が取れなかった。まさかのこのマンションの女の子たちにはマンゴーが効かないかもしれない。ということで、ブランコでも風になっていただこうじゃないの。ほいほい。ちなみに私はマンゴー好きじゃないからね。好きじゃないからね。何に入れてもマンゴーの味するし、まあバナナもそうなんやけど。強く飛んでくよ。大丈夫？向こうの壁とかに激突しない？うないうない。ありがとう、褒められた。なんかクルンってきそう。いかんかなこれ。はっ、イエーイ。無理か。こうちょっと逆上がりというか回転とかかからん。はぁ、無理か。無理か。飛ばそうとするやつ。今風になった気分です。あんなので風になった気分が味わえるってすごいな。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあさあ、許してあげてよマサオさん。てか女の子相手に物を投げたりしちゃダメだからね。女の子に暴力を振るったり、そういう男はダメだよ。どうなの。おお、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。これからも仲良くね。喧嘩もまあたまにならいいのかもしれないけれども、再々したらね。実用品モビールをもらいました、ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。